な、ダリー、マジで。授業ダリー。マジわかるわ。ダリーな。え、でも次の授業で終わりやから。次の授業、確か、道徳か。道徳で終わりやから。そう。もう、次で終わりやから、まあ、解きますか。これで帰れるしな。お。おはようございます。挨拶してください。はい、お願いします。起立。はい。今日の授業は、まあ、道徳ってことでね。道徳ね。はいはい、道徳。道徳者あるか？道徳者。任してください。僕、道徳100点です。道徳100点？人に親切にして生きてるぞ。もちろんです。最近人にしたなんかいいことある？なんか、いい。言っちゃっていいですか？全然。マジやばいのありますよ。やばいのとかあんま言わんけど、いいことしない。でもマジめっちゃエグいのありますよ。あんまり何したの？いや、まずあれですね。捨てられてる猫を、追いかけ回しました。いやな、それ。ごめん。なんていうの？聞き間違いかもしれない。さすがに聞き間違いかもしれない。状況としてなかったよ。捨てられてる猫をなんて言う？追いかけ回しました。もうダメ。道徳史問題あるんで、ちょっと今からテストしていきたいんですけど。なるほど。一つ問題読んで、4つの選択肢言うから、その一つ自分の思考に似てるやつを選んでいって。なるほど。オッケーです。オッケー。もう任せてください。もう任せてください。今あんま任したくないけど、雰囲気的に。確かに。結構追い回してるからね、君。1問いっていいですか？じゃあ1問目、はい。仕事が終わり、帰宅すると飼い猫がいなくなっていました。いなくなった原因は？これはちょっと、娘が窓から脱出した。アグレッシブやな。娘が泥棒が盗んだ。やばっ。3つ目が実は隠れてる。4つ目が猫はそもそもいなかった。ちょ待ってよ、4つ目怖すぎるやろ。ホラーやん。まあそうやね、普通のことなんだけど、仕事終わって家帰ったら猫がおらんくなってたっていう、まあ、あるかもしれない。そうですね。その時にどう思うかっていう。俺3つ目かな。実は隠れてるやつ。実は隠れてるってやつかな。1つ目かな。1つ目、窓から脱出した。はい。そう。1つ目、選んだあなたは一般人です。いいよね、普通の人。一般的には成功。いい意味で普通な人。だから、サイコパスな要因はないってことです。はい。3つ目選んだあなたは、疑心暗鬼タイプ。サイコパス要素を 95% 持っています。ちょっと待って、薄いやろ。表面上はニコニコと笑みを浮かべていても、他人が自分に対してマイナスをイメージを持っているのではと被害妄想が強いようですね。嘘やろ、ボロクソ言うやん。俺4つ目だと思った。4つ目何やったの？ちなみに4つ目は確かにひねくれ者タイプだし、でもサイコパス要素は 35%、 あんまり良くない。嘘やろ。一番やばいのはどれかって言ったら、3つ目の疑心暗鬼タイプやから。一番やばいね。マジか。まだこれか。まだわからん。まだ猫を追い回したとかも危ない要素しかない、今のところは。捨てられた猫を見つけたあなた。ここさっきのシチュエーション近いぞ。おっと、やばいよ。しかし、あなたの家はペット禁止のため買うことができません。その時あなたはどうしますか？うわぁ、1、自宅に連れて帰る。無理やのに。とりあえず餌をあげる。2つ目が。3つ目が里親を探す。いいな。4つ目が警察に届ける。どれもなんか普通に良さそうやけど。猫を追い回すとかはないです。ないか。あったら絶対それやったわ。サイコパスや、漏れなく。捨てられた猫の状態によるくない？なるほどね。腹減ってたりしたら。どうするんですか？全然ダメか。でもとりあえずの一旦の話で。一旦餌はないかな。餌はない。手元に餌持ってるとは限らんから、餌はないかな。るほどね。やったとしたらやっぱ一番あるのは俺4の警察に届けるかな。4の警察、おお、4の。え、で、歩くわバッカなって。餌あげるの近くのコンビニとか。ああ、なるほどね。ああ、なるほどね。そうそうそう。で、一旦あげて、なんていうかな、採集するとしたら。はい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 。ええ、まず2選んだ人やな。あ、2、はいはい、2ね。さあ、これは、ちょっと。まんま読んでいいこれ。あ、まんまどうぞ。まさかのこれ責任感がないタイプ。あー、なるほど。確かに。餌だけあげてそのまま放置。自分の気分や衝動に任せて行動してしまうようですって書いてある。サイコパス要素は 70% っていうのが結構高め。あ、だいぶ高いね。だいぶ高い。お前やばいわ。お前サイコパスやな。4つ目、これを選んだあなたは未来予想ができないタイプ。ボロカス言うな、ほんまな。サイコパス要素はこれまた 95%。 ちょっと待って、ちょっと待って、え、ありえへんって。それは警察ままに行動を起こし、周囲への影響を考えないようですって言われてる。え、そんな言う？あなたは肝試しの脅かす役になりました。ああ、最高。どんな、お最高、怖いな。どんな方法で脅かせますか？ああ、なるほどね。1、木のおもちゃのヘビをぶら下げる。ああ。木におもちゃのヘビをぶら下げるか。ああ、はいはい。で、2が物陰から突然取り出す。3がお化けに変装して追いかける。ああ、追いかけがちやから。4が落とし穴を作って罠を仕掛ける。うわー、落とし穴はガチすぎん。落とし穴、罠を仕掛けるの。殺しにかかってない。肝試しじゃねえし。ガチなんよ、それだけ。ガチやね。これはほんまに怖いな、ちょっと。1から4のうち4だけマジで多分殺しにかかってると思うから。4は、4が一番サイコパスは高いと思う。ああ、なるほどね。だって落とし穴作りに行っても。脅かすの次元ちゃうでも。まあ、やから俺はもう、あれかな。いやもうこれさ、2択やん。てか俺1択やん、もうほぼ。ほぼ1択ぐらい。もう、やったらやないか。俺やったら追いかけ回しますね。出たー。俺は追いかけ回します。追いかけ回すタイプね。はい、俺はもう、そいつが息切れてゼーハー言うまで追いかけ回します。アルクは 1？ アルクは 1？ うん。1は、1を選んだあなたは、陰湿なタイプ。あー、なんか、否めない。なんか 70% のサイコパス度があるらしい、これまた。俺らサイコパス高いな。サイコパス高いな、今のところ。やばいね。平均やばい。平均80ある。平均サイコパス度が結構高い。今回は平均点高いっすね。今回は高いな。今回高いっすわ。3の追いかけ回すを選んだあなたは、目的の達成のための手段を選ばないと。ちょっと待って、やばい。嫌な予感するぞ、おい。怖すぎる。サイコパス的な。中年部下とは 90%。 ちょっとこれまだ最大、今3ランクで最大選んでる。4番なんなん？ 4 番はまさかのしっかり計画を立てて行動するタイプ。おお、一番ヤバそうやけどそれが。うん、でもなんかサイコパス的なヤバさは 40% らしい。なんでやねん。おかしいやん。なんでやねん。え、追いかけ回すが90で、落とし穴作るが40。え、納得できない。落とし穴はまあ計画立ててるけど、追いかけ回すはなんか謎に手段選ばないタイプらしい。あ、うん。